こんにちは、あやチャンネルのまみです。昨日ですね、ちょっとねご飯の食べ方のことで、皆さんに相談させていただきました。もう本当に嬉しいことにたくさんの方がいろいろなアドバイスを、くださって、もう本当に本当に YouTube 様々ありがたいです。私今までね、一匹の犬しか飼ったことがなかったので、一匹ずつというかね、人生ではずっと犬がいたんですけど、多頭飼いっていうことを今までしたことがなかったので、もう本当にね、私のこう、育て方というか飼い方というのは、自分の考えがあったり、いろいろな人の意見も聞いたり本読んだりっていう感じでやってたんですけどね、手探りで。でもやっぱりケージが必要ということはもう本当によく分かったし、あと私のしつけがもう本当にいい加減だったというか中途半端すぎでした。なので、心を鬼にしてというか、ちょっともう徹底したいと思います。まずは、昨日の今日なのでね、我が家にはそんなに、のケージも数分ないので、あるものでちょっと代用してみます。まずはですね、こちらのサークルですね。最近ね、本当にもう子供たち、私が英語教室やってる時も、もう本当にやりたい放題最近やり始めました。ぐっちゃぐちゃにね、テーブルの上に登ったりとか、ここにね、こうテーブルがあるんですけど、基本的にはこうやって、椅子もちゃんと入ってるんだけど、この椅子が、例えば、もう本当に、ちょっと、これぐらいの隙間があるだけで、ダイヤが昇るんですよ。昨日も英語教室やってた時に、もうカサカサ音がするから、ちょっと教室の、みんながね、生徒がちょっとなんかやってる時にパッと見たら、このテーブルの上に乗って、テーブルの上のものをぐちゃぐちゃに してました。なのでね、もう本当にいかんと思って、ご飯の時だけではなく、もう英語教室をやってる時も、そして前までお利口さんにね、静かに寝ていてくれたのが、最近はもう走り回るわ、ワンプロするわ、キュッキュおもちゃは鳴らすわ、ワンワン吠えるわで、最近英語教室でもちょっとこれはいかんなって、遅い時間のね英語教室はちょっと思うようになってきたので、ここはもう教室やってる時、私がもうここの部屋にいない時は、この子たちはケージに入れたいと思います。はい、まずはうちにあるね、もので代用なので、でもこの2つは使えるかなと思って、一番上がもちろん、ジュエルですね。大きさもちゃんと、ネットでね、こうどういう大きさが、どの大きさが適正かっていうのをこう見て、横になってね、手を伸ばした時にちゃんとこう大丈夫、きつくない、そして、立った時もちゃんと頭がぶつからないっていうので、この子たちちゃんと、ダイヤこれでかいかなと思ったんだけど、前のね犬をアメリカから連れてきた時に使ったちょっと大きめのケージというか、トラベルキャリーなんだけれども、ちょうど良かったです。こうやってなんか寝転んでた、でも本当静かにねしてます、お利口さんに。この2匹、この3匹ですよね。なかなかね、ちょっとこう落ち着けない3匹なんですね。なのでこの3匹もうちょっと別々にね、近いうちに、週末もあるので、トラベルケージをちょっと買ってこようと思います。でね、私がいるときはフリーにするのでね、こんな感じで、とりあえず今はこんな感じで、いてもらいますね。すぐにフリーになったら、もう本当トイレはもうこれから外にしようと思って、お部屋の中にもとりあえず今まで通りは作るんだけど、もうすぐねこうやってお庭に出れるので、もうトイレはお庭で、なのでこのケージの中ではとか、このキャリートラベル、キャリーの中ではもちろん、おしっこうんちはしないということで、もう徹底したいと思います。前のね、犬のカータンも絶対 100% 外でしてました。もちろん散歩連れてってたんですけど、なのでもうこの子たちも、もう本当ね、うんちもね、英語教室やってる時にあっちこっちでするわ、食べるわ、食べた後でうんちがこびりついてるわ、でも本当ね、ちょっと最近マミーも疲れてきちゃった。無理はいけないのでね、
やっぱりこう私が無理にならないように、でもその無理っていうのは私がやっぱり私に原因があるっていうか、きちんとね、しつけをしてない私が自分で自分を苦しめてるだけなので、これをねきちんとねしつけをすれば、この子たちもこれから先まだ15年生きてもらわないといけないのでね、短くても15年はまだ生きてもらわないといけないので、このね15年を私もこの子たちもみんなで幸せにね、生活ができるかなと。本当にだから昨日は夜遅くまでねコメント読んだりとかして、いろいろ本当に考えました。大きいケージを一つずつ用意してねやった方がいいのかとか考えたけど、まあこういう感じでちょっとこれから当分やっていきます。でね、ご飯もそうね、ちょっとこのケージ、まあご飯をその一人ずつのやつがないとちょっと一人ずつではご飯はまだあげられないんだけれども、ちょっとご飯もねケージを用意したら、ケージの中でお庭で食べるんじゃなくてケージの中で、そして、ね、メッセージにもくださったんですけど、やっぱりご飯食べた後にすぐねダイヤとかはクーラーで遊ぼうってきて走ってたので、それは良くないので、ご飯食べたら少しゆっくりして落ち着いてからこう遊ぶっていう風で、これからはもうちょっとね私も徹底したいと思います。かわいいではねダメなのでね、ちょっと私頑張ります。4月からはねお昼の、保育のクラスもなくしました。なのでこの部屋はもう私たちしか使いません。英語教室ではもう使わなくなったので、もうこのワンコのものがねずっと出てても大丈夫な状態になったので、頑張ります。皆さんいっぱいいっぱいアドバイス本当にありがとうございました。これからもね何か気づいたことがあったら私素直にちゃんと聞きます。ただちょっと書き方がすごくなんかきついとっていうちょっと嫌なので、ちょっと優しくアドバイスを、お願いします。すいません、これは私の勝手なんですけど、優しくアドバイスをお願いします。あやチャンネルは、悩みながらもね元保護犬たちとの日々の様子をお送りしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.